私が恋人に幻滅したのは、野中彼の家でちょっといたしてた時に、なんか一生前儀してるなと思って、パッと相手のブツを見たら、もうものすごいポークブツやって、あまりの小ささにびっくりしすぎて、急いでスマホのライトで照らして、ゆっくり見て、爆笑して、お互い幻滅し合った。で、その後冷静に彼が、いや、笑いすぎやろって言われたから、私も、いや、ちっさすぎやろって言って、その彼の家から追い出されたよね。はい、今回はですね、皆さんから聞いた、恋人に幻滅した瞬間、大共有体験始めたいと思いまーす。今回の献立というか、私が作ってないんだけど、ちょっとウーバーで唐揚げ丼を頼みましたって。うまそうじゃない日本語下手みたいな。今日はね、プレモルでございます。はい、みんな用意して。はい、みんな用意して。飲む準備。もうなんか間に合わんかったら一時停止して持ってきて。はい。本日も皆さんお勤めご苦労様でーす。育てで頑張ってる方も、本日も育児お疲れ様でーす。キャンピーくぅ、痺れる早速汚いんですけど、夢の国で鼻ほじってた。いや、夢もへったくれもなくて草。あ、おいしい。しゃべるな。はい、続きまして。過去に人をいじめてたことを自慢げに話される。紛れもないクズ。しかもさ、こういうやつってさ、反省もしてないからさ、絶対また繰り返すやつだからね。しっかり DV 男と化すから、あんた若いって大正解よ、ケビ。幸せになーねって。ね、卵ついてたの忘れてて、今使った。で、なんか今割ったらすごい失敗した。ごめんね。なんかすごくごめんね。なんかすごい汚いみたいな。ゲロみたいな。てかさ、なんか幻滅するときってさ、なんか、なんだろう、この年になるとさ、呆れるっていうか、もうそろそろなんか自分の男運が悪すぎて悲しくなるわってならへん。なんかもう責めるっていうよりか、もう私に才能あるんじゃねえかってめっちゃ思うよな。大丈夫よ、みんな幸せになれるか。大丈夫大丈夫。てか待って、もう最悪やねんけど、さっきまで普通に飲んで食べて、送ってくれたね、投稿をね、言ってレスポンスしてたんだけど、全然取れてなかった。ピエーなんですけど、もうほとんどこれぐらい食べたんですけど。辛いんですけども、こういう時ってさ、もう頑張りすぎて、もう今日は寝ようってなっちゃうんだよね。でも大丈夫。私は YouTuber、みんなのために頑張るんだ。だから、ちょっと、めっちゃ嫌だけど、めっちゃ嫌なんだけど、ちょっともう一回ね、もう一回ちょっと同じことを繰り返していたいなと思います。しかもさ、これつけるの忘れたんですけど、つらってか、こないださ、キングヌーの常田さんがさ、新しいカチューシャ買ったくない？これキングヌーバーしかわかんないんだけど。なんかさ、モータースインクのさ、ブーが被ってた、メンピョンみたいな感じのやつが、常田さんがちょっとストーリー上げてて、ちょっと待ってみたいな、またツッピめっちゃかかりますやんみたいな感じ思ったんやけど、まあしっかり買ったよね。でもさ、あれさ、ちょっとなんかさ、ダスキンみたいな感じの質感じゃない？なんか被ろうとは思わないよね。まあでも買ったけど。はい、続きまして。デートの日、体調悪くなったと伝えたら、大丈夫より何時に来るって言われた月。ちょっと待って、外国人の方？ちょっと、日本語は弱い方ですか？話全然、聞こえてますか？あなたの耳、どこにいるのって感じなんですけど、もう一生行きません。バイバイって言ってやな。まあ、言ってやなっていうか別れたな。もう自己中すぎて草も生えへんわ。続きまして、生々しく人間だと感じたとき、わかるわー。これ友達じゃねえけどな。この友達に関しては、毛穴があったらすごいなんかもう無理って思うやって。もう毛穴はみんなあるて、みたいな。って言ってる彼女やねんけど、めちゃくちゃ今しっかり人間と付き合っております。で、めちゃくちゃラブラブすぎて、だからもう同棲も始めたみたいで、付き合ってすぐぐらいに。もう本当にさ、人生ってわかんないよね。あ、私も思ったと一緒に住みたい。ごめん、全然思わへんねんけど。ぼっち最強。履いてるジーンズにナメクジ歩いてて、その痕跡がキラキラ光ってた。うわ、やばいね。あれじゃない？大阪王将じゃね。今言っちゃダメだよね。はい、続きまして、鼻くそほじってそのまま食べてた。やばいね。もう何歳だよ、みたいな。小学生だったらさ、まださ、なんか、許されへんねんけど、今考えたら。やっちゃう年頃だよね、って思うけどさ。まあまあの男がさ、鼻くそ食べてるところ見たことねえぞ。ついしからやり直すよね。はい、続きまして。家に行ったら洗ってないお皿が溜まっている。これさ、一人暮らししてる人とかわかると思うんだけどさ、マジで、洗い物一個さ、例えばなんか食べて、とりあえずおこんみたいな感じにした瞬間がもう、フラグだよね。そっから気がついた後でやろうっていうのが、たまりに溜まって一週間経って山積みみたいな。で、あ、やばい、もうさすがにやばいと思って急に洗い出した時に一番下ら辺にある皿で、うち前この皿でこれ食べたなみたいな感じで思い出してエモくなりつつも、てかそれって一週間前の話じゃないっていうので急にゾッとし始める時ない。だから最近はあれやもんね、なんか食べてその食感
器を持っていく手でそのまま洗うようにしてもう。あれ、もう、わかる人おらへん。ちょっとコメントぶち込んで。一人暮らしあるあるやと思うんやけど。いや、もうほんまに、なんか、マジで。もうみんな、なんか、その手で洗いましょう。もうじゃないと、もうみんな、なんか、気がついたら山積みになってるから、ほんま。だから、友達とか読んだ時に、たまになんか、ね、洗ってないやつ残ってる時、やってしまったーと思うもんね。これに関しては、ごめん、私やわ。はい、続きまして、店員さんにタメ口。いや、もうほんまにおるよな。出た、人間一回目。ライス絶対アリの足のやつや。お客様、神様だろっていうやつおるやんか。いや、そういうやつに限ってさ、もう、じゃああんた神様らしい対応してもらっていい？それを見て私の学ぶんで。だって、神様なんですよね。感じ、お前。もう、まずタメ口ってなんだって感じだよ。お前もう友達じゃなくねみたいな。いや、黙れよ、お前。もう他人だろみたいな。知らない人には、敬語って習わなかったみたいな。お前の脳みそみじんこかって思えへん。で、大体さ、そのタメ口悪いやつの横におるやつってさ、同じレベルの人おらへん。もうこの子に関してはさ、うわ、もうありえへんと思ったタイプやけど、接客業長くやるとさ、もう大体そういうタメ口のやつの横におるやつって、同じタイプのやつおらへん。もうやめなよって言うやつじゃなくて、どっちかというと、ねえ、私の彼氏かっこいいんですよ、みたいな。こんだけ最強な彼氏だけどどうみたいな。もう黙れよ。お前らずっと公園で遊んどけって思うよな。部屋に入った時、彼女がオナちゃんしてた時、身内のオナほど見たくないものはないよね。ちゃんとセキュリティつけてもろて、オナソック。はい、続きまして、くちゃくちゃ食べる、もうあるあるだよね。ASMR 撮影してるって言いたくなるよな。歯で噛んでたらあんまなくない？てか、口開けて食べてるからそうなるくらい。なんか、ほんま、きしょい。ごめん。まっかしさ、もう、お酒飲んじゃうと、語彙が消えるんだよね。もう、普通に本音で喋ってんだけどさ。これ大丈夫かしら？これ面白い。はい、続きまして。純金ネックレスを買っては、貧血時売るっていう繰り返し。いや、じゃあ、そもそも買うなよ、みたいな。はい、続きまして。おしぼりで顔拭いたとき。まあ、顔はさ、もう100歩譲って、うちは許せんねんけど、首からの耳の後ろとか拭き始めたらもう本物よ。お勤めご苦労様でーす。逆になもうすげえなーみたいな。もうなんかいや買えよ汗拭きシートみたいな。はい、続きまして、私に返信しないで他の女に LINE 送りまくってたお疲れ様です。はい、続きまして、煽り運転してることかっこいいと思って生きったのを隣で見せられた時、もうやめてほしい。もう本当にこっちまで犯罪者みたいになるからいるよね。なんかさ、ドライブレコーダーとかをさ、映像とかツイッターに流れんじゃん。もうあれ見るたんびに思うもんな。お前免許返せみたいな。いや、もうあの映像とか見るとなんか、私免許ないんやけど、なんか車絶対運転したくないと思うし、思うのと同時に、お前も運転すんなよと思えへん。いや、ほんと、煽り運転してる人が彼氏とかもう、うちの一生の恥で切腹するわ。お疲れ様でございます。明らかになくなりそうなのに、給油せず、結局道のど真ん中でガス欠になり、彼の女友達がガソリン持ってきた時、いや、もうどういう状況？その女の子すごくない？あ、お待たせー、ガソリン持ってきたよーってやばくない？なんでお前持ってんだよってならない？ほんとにさ、容量悪い男にはなりたくないよね、こういうの見るとなんか。まあ、さっき入っといて損せえへんや、みたいな。何をそんな頑張ろうとしてんねんと思えへん。もう一人でやって、みたいな。私を道連れにしないで。彼のお腹が出てるのを見たとき、うちはさ、まあ、程度によるんやけど、この分からしてさ、まあ、基本的には、まあ、細く見えたけど、お腹ちらって見えたときに出てたってことやんな。でもそれはうちはさ、ちょっと可愛いと思っちゃうんやけどね。BTS のさ、出ているじゃん。が、そんなになんかお腹鍛えてないみたいな感じでさ、なんかパパラッチに撮られた写真がさ、風でシャツがちょっとなびいてて、おへそが見えたよね。そのお腹見た時に、結構腹筋はなくて、ちょっとポコって出てるみたいな感じな写真があって、うちは逆に、めっちゃいいじゃんと思ったよねって、まあイケメンに限るっていう話だな。今サメキと言われた5分後に、今スキル 100% と言われた時、一回転生したみたいな。てか一回死んでもう生まれ変わったみたいな。お前の記憶のハードディスクどないなっとんねんってなるよね。大丈夫か、思考変える大丈夫そうみたいな。もう逆に3周回ってもうええわってなれへん。もうお前はそういうやつなんやな。もうええわ、うちはもう受け入れるわってなるわ。やばくないこれ。な、天然なのかな。もうちょっとなんか、まあどっちにしたってやっぱイライラするな。あー、これめっちゃムカつくね。ゼリー、あー、ガンバ死ぬわけないっしょって言われた時、じゃあお前またから血流してみるか。はい、続きまして、ゲイだったキモくなって別れた。あー、でもよかったんじゃない、別れてお互いのために。でも相手もあんたみたいなやつ付き合いたくないし、まあんたもさ、ゲイがキモいと思えて別れてよかったんじゃん。いいじゃんいいじゃん、 Be happy じゃん。ちょっとブロックしとこう。はい、続きまして、ご飯おごってくれなかった時。あー、これに関してはちょっともう脈がないからじゃない。
続きまして、スケートリングでデートした時、滑れない私を置いていって一人で一周回ってる間に3回こけてた。しかも照れ笑いしながら近づいてきてまたこけた。やばいね。やばいね。めっちゃもう才能じゃん。笑神でしかないじゃん。彼氏としてはちょっと残念だけど、で笑いとしてはもう完璧すぎて、もう鼻丸あげたい。まあでも付き合ってくはないよね。はい、続きまして。フルタイムで働いてるのに手取り10万、ボーナスなしだった時、やばくない？それは、幻滅するのはわかんないけど、その前にちょっと教えてあげて、結構もうどこの適当に入ったところでも15万はもらえるから、教えてあげてから別れてあげましょうって。10万やばいね。フルタイムの10万でしょ。どこで働いてん？教えてあげて。その、これに関してはちょっと彼氏さんがかわいそうやから教えてあげて。はい、続きまして。連絡部署。いや、これさ、うちこれ聞けたんやけど、うちは個人的に LINE はあんまり返さないんだよね。恋人とか関係なく全員に返さないの。なんか文字打つのがだるいというか、ちゃんと文見て理解をしてるから、と思うんやけど。まあ、例えば、明日遊ぶとかさ、目前の LINE とかはさっさと返すんやけど、なんか別にどうでもいい日常会話とかはさ、返す暇があったら他のことしようみたいになっちゃって。で、なんか別にそんな急ぎじゃなかったらあんま返さへんタイプやねんな。でもさ、女性の方は多いじゃん。豆がいいとかさ、すぐ返してくれないと嫌みたいな感じがおんねんけど、まあ私オカマだから関係ないんだけど、でもなんかさ、結構な頻度でラリー続くとさ、まあめっちゃ時間無駄にしてると思っちゃうのは私だけやな。なんかね、そんな時間あったら他のこと当てたいというか、なんかもう予定決まってんやったら、会う直前の時に LINE してみたいな。その間をなんかおはよう LINE とかマジでいらんからみたいなって思っちゃうんだけど、もう黙っときます。多分誰も共感できないと思うんで、黙っときます。いや、嫌いやからじゃないよ。これなんかわかる人おらへん、ちょっとコメントぶち込んで。嫌いやから無視とかじゃない、ね、もう全員好きやね。全員好きやからこそなんか別にもう返さないんだよね。ちょっとこれわかる人になる。なんかいや別に嫌いじゃないね、むしろ好きでも毎回遊んでるしって感じやけど、もう LINEとかなんかね、連絡系だるい。もうそれ DM もそれで、もう別によくねみたいな。この会話もう終わりつけてよくねみたいな時ない？なんか、やばい、喋っていけば行くほど地雷感すごくない？やばい。こじらせ感半端なくない？やばい。ちょっとお口ミッフィーしときまーす。はい、続きまして。交際費、旅行費、車の事故の慰謝料、奨学金、その他もろもろお母さんに出してもらってたこと、やばくない？こういうやつはもうなんやろな。一緒に住むことは絶対できんし、住んだところでこっちがお母さん扱いされるから気をつけな。一生お母さんのおっぱいでもチューチューしとくなって。わかるんだけど、彼女がこの絵文字角に使ってた時、怒ってるやつと怒りマークのやつやから、もうこれ結構ツイッターでよく見るんやけど、こういうこの絵文字使ってるやつに関してマジでもう論点めちゃくちゃやし、話が通じんやつ多くない？で、あとはなんかあれだよね、投稿とかで、ね、結構深刻な悩み事なんやろうなって文章やのに、なんか絵文字多用する人おるやんか。あれを損してるよね。こういう投稿の時もそうやねんけど、その絵文字がなかったら全然なんか共感できたんやけど、その絵文字多すぎることに関してすごく軽く感じるっていうか、なんかちゃんと答える気なくなっちゃうんだよね。うちも基本的に絵文字使わないからあれやねんけど、絵文字しないとなんか表情がわかんないみたいな感じでやってる子やと思うんだな、こういうタイプって。でもなんかそれが結構もういい年だったらさ、普通の文ってと思えん。めっちゃこれは偏見やけど、なんか絵文字多用する子はちょっとなんかね、いくら学力が良かったとしても地頭悪そうと思っちゃうんやけど、私だけかな。はい、続きまして、食べ方がありえないくらい汚かった時。うわー、もうそれはもう男女関係なくムリンゴ、ムリンゴ株式会社ムリンゴ。なんか一回なんかあるいいおっさんが、まあ、カメラマンのおっさんやんけど、共通の友達で飲み会みたいな感じに開いた時に、その人のおって、なんか食べ方がなんかわかる、なんかまず犬食べない、顔からこう食べるって感じなのと、プラス舌に乗せて食べる、舌出して舌に乗せて食べるっていうか、まあ今やるんやけど、なんか普通やったらこう食べるじゃん。でね、口元隠すじゃん。じゃなくて、みたいな感じ。わかる？なんかここに全部乗ってない。みたいな感じ。もう、きっしょと思って。しかも、まあまあ、なんか40代のおっさんやって。もうほんまに、何？今、そう見せられてるってぐらい、すっごい黒くて。隣に親友がおったんやけど、もう、お互い LINE で、マジなくない？みたいな。もう早く帰りたいんだけどって言って、口裏合わせて、そっとと帰ってやったわ。はい、続きまして、見た目が典型なのに、裏垢でうじうじ文句垂らしてんのを見てしまった時、あー、なんか悩るくない？それ。うちの知り合いでさ、なんか見た目すごいオラ
オラ系な感じやねんけど、裏垢で俺めっちゃ女に興味ねみたいな、女嫌いみたいな感じでつら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 ツイートしてるクソしょうもない裏垢見つけてしまって、見つけたっていうか友達がスクショで送ってくれて、なんかこいつやばくないみたいな言ったら、いやそいつうちの知り合いと思いながら聞いてて、もうなんかもう面白くない、あのうじうじ言ってるだけで、でも見た目はなんか3代目の今井地君みたいな感じで、ないかつめなので、なんかツイートでは、いや俺女興味ねえしとか、もう女とか怖くて無理みたいな感じでつぶやいてるくせに、2ヶ月で20人ぐらいで会えてる男やね。もうほんまにお前大丈夫かみたいな、もう口と頭つながってないやろみたいな、こことここ完全にニューヨークと日本ぐらい離れてるやろ、口だけの男にはなりたくないよな。それやったら女好き、女大好きみたいな、ジローラモみたいなやつやったらさ、逆に人間らしくて可愛いと思うわ。はい、続きまして、久しぶりに会ったのに帰りの楽しかったありがとうラインが来てなかった時、あーねー。でもこれってさ、なんかまあ久しぶりだったら嫌なのめっちゃわかるんだけど、結構友達とかでもさやるじゃん、なんかあ今日ありがとうバイバイみたいな、あでまた遊ぼうねみたいな感じの文ってさ、なんか毎回遊んだ人数分ラインするわけじゃん。で毎回さ、ごめん私は悪くせやねんけど、テンプレになることない、なんかずっとうちさ、ほんまに楽しいのは変わりないけど、言葉が浮かばなすぎて、だいたい飲み終わりに帰るからさ脳死状態なんよ。でだいたい送る言葉が、今日も安定に楽しかったわみたいな感じで、時間あっという間やわみたいな言葉が時間出てこへんくて、みんなにそれ送ってるんだ。しかも何回遊んでもその分で返すねんな。もうそろそろ周りが、いやこいつコピペじゃないみたいな感じで多分感づかれてると思うんだけど、いやコピペではないんだけど、それしか浮かばないっていうか、毎回送るってなると何言っていいか分かんなくな、これこれ楽しかったねみたいな感じで考える時間ないっていうか、なんかもうその時にはもう眠たすぎてお風呂入ってメイク落として寝る準備してるからさ、もう結局テンプレみたいな感じで送っちゃうよな。いやでも楽しかったよ、マジで楽しかった、楽しかったんやけど、なんかもうありがとうとか楽しかったラインの文化もうやめてくれへんみたいな、いや楽しかったのもあるし、いや別になんか言葉にするのも大事やねんけど、あなんかなんかもう良くないみたいなって思う人おらへん、ちょっとなんか思う人おったらちょっといいねお願いいたしますこれが最近の悩みで、なんかまた同じ言葉使ってるみたいな、自分でも情けないと思いながら思っちゃうんだよね。このタイプはさ、まあ、久しぶりに会ってるからさ、まあわかるけど、なんか友達とかさ結構頻繁に会う彼氏とかやったらさ、うん、もう良くねみたいなって思い始めてきたよね。やし、なんか本当に親友二人おんねんけど、しかも結構ずっと仲いい友達に関してはありがとうもなく、はいありがとう、あお疲れバイバイって言って別れた後全然 LINE しないっていう、なんかそっちの方が気軽なんよね。楽しかったけど、なんか送らなあかんっていう義務みたいな感じになってきて、でもなんか言葉にしないと伝わらないっていう関係じゃなくねみたいな感じで思うんやけど、ちょっとなんか分かる人おるなんか言うねみたいな。はい、続きまして、顔面ブス寄りなのに俺ってやっぱりイケメンだよねって言ってきた時、即別れたいやでもさ、これに関してはさ、割と男の子ってみんな思ってるって、俺生きてんじゃねって思うこといいことだってでもなんかそれを口に出すとなんか違うくない？自己肯定感は高いからいいと思うんだけど、なんか、うん、それは聞きたくなかったと思えただの自己肯定感、インシエバンドはエージン。はい、今回見てくれてありがとうございます。いや、なんか結構さ、めっちゃわかるっていうのと、なんか、それで幻滅はかわいそうっていうのが入り混じりすぎて、いろいろ心が大変だった。いろいろテンションがマジビッグウェーブだった。いや、少しでもちょっと面白いなとか、わかると思ったらいいねボタンお願いいたしますって。で、今日の動画と皆さんの幻滅した瞬間、皆さん恋人とか友人に幻滅した瞬間、コメントぶち込んでって、ちょっとでも幻滅したら試合終了よ、ケル。今回のご視聴ありがとうございます。高評価よろしくって高評価よろしくってチャンネル登録が気が向いたらね、高評価よろしくって。